どうも、リノです。100日ダイエットで5キロ痩せた時にめちゃくちゃお世話になってたネギ塩チキン、今回作っていきます。インスタの方ではもも肉使ってんねんけど、カロリーをグッと抑えたい人は胸肉がおすすめ。たまにもも肉と胸肉どっちがいいのって相談されんねんけど、ぶっちゃけどっちでもいい。もも肉もちゃんと皮とか剥いで調理すればカロリーグッと抑えられる。胸肉って好き嫌いはっきりするやんか。私もあんま好きじゃないというか嫌いやってんけど、しっとり柔らかくなるような調理さえすれば結構いける。もも肉でも胸肉でもどっちでもいいねんけど、できるだけカロリーを抑えて美味しく食べたいなって人は私のレシピ参考にしてほしい。この YouTube 見てくれてる人に伝えたいんやけど、もうね、我慢してほしくないんよね。あ、我慢って食べることね。例えばラーメン食べないとか、お菓子食べないとかで、外食は行かない、もうチョコもダメ、アイスもダメとかね。自分に厳しくて真面目な人ほどあれこれ禁止すんの。これほんと続かへんし、メンタルもボロボロなる。私の周りで我慢しすぎて過食症とか拒食症になった子も結構いてるんよ。もう見てて辛いで、なかなか抜け出されへんからね。私のダイエットレシピは食べないとかじゃなくって、食べるものを選ぶ。例えばスーパーの菓子パンとか食べたくなる時あるやんか。それをオートミールのパンにしたり、おからパンとかね。できるだけ小麦粉とか使わんように心がける。小麦粉も悪くはないんやけど、過食スイッチ入りやすいねん。だから自分で作る。チョコフォンダンとかチョコケーキとかもあるやんか。ああいうのも市販のもの買うんじゃなくって自分で作る。市販のおやつとかが悪いってわけじゃないんやけど、砂糖とか小麦粉とか他のなんか栄養素、それらを口にした瞬間食べたい欲が一気に爆発すんの。ご飯ちゃんと食べてんねんで、カロリーも十分とってんねん。なのに口寂しいなーみたいな。そんな時にさ、仕事の疲れとか子育て中のイライラとかさ、重なった時やばいよな私も経験あるからめっちゃわかる。で、このタイミングで甘いもんガツガツ食べるやん。そしたら血糖値が爆上がりして、なんか脳が気持ちいい状態っていうんかな、あー大満足みたいな、ちょっと幸せな状態なので、これがずっと続くわけじゃなくて、少し時間経ったら血糖値がガクンって下がんので、その下がったタイミングでまた食べたいなーとか、イライラするなーとか、よし食べよっかな、一口食べようパクーみたいな。で、これを繰り返したらね、わかるよね。もうやめられない、止まらないですよ懐かしいな。だ、市販のおやつが悪いってわけじゃないけど、こういう沼って言ったらいいんかな、それに落ちちゃって、自分の感情がコントロールできひんなって、どんどんメンタルも落ちていくの。え、私そんなことないけどって人は別に参考にせんでええけど、ダイエット中の食欲コントロールがなかなかうまくいかへん人は、ちょっと市販のおやつとかパンとかを控えて、私のダイエット弁当とか、インスタの方では血糖値が上がりにくいラカントっていう砂糖を使っておやつ作ってるから、そっちもチェックしてほしい。フォロワーさんからもね、私のチョコレートレシピ食べて生理前の食欲がほんまに止まったとか、排卵期の食べたい欲が落ち着いたよとか、嬉しい DM いただいてます。ダイエット中あれこれ我慢しすぎてストレスがたまりにたまって食べたい欲が爆発しそうって人は、一回私のレシピマジで作ってほしい。最近はね、生理前の食欲が暴走しそうになった時、パルテのシリーズのおやつとか、あとはスコーンにめっちゃお世話になってるかな。パンはね、そんな食べたいって感じしないよね。おそらくダイエット弁当をちゃんと食べてるからやと思う。タンパク質と糖質しっかりとってるから、そこまで食べたい欲は出えへんな。まあでも甘いもん欲は出る。だからパルテノのチョコクリームがめちゃくちゃうまくて、ヨーグルトも買いだめしてるぐらいやねんYouTube の方でもパルテノを使ったヘルシーなおやつまとめようと思ってるから、よかったら楽しみにしといて。あ、そうそう、ダイエット中の食欲コントロールでもう一つ大事なことあった。それは適度な運動。運動って言っても激しいもんはせんくていいねん。ちょっと散歩に出かけるとか、スーパーまで歩くとか。運動することによって食欲を低下させるホルモンが分泌されんねん。だからご飯は気使ってるけど、それでも甘いもんが止まらへん。ご飯どんどん食べちゃう。私の胃の中ブラックホールちゃうんって思ってる人は、ちょっと動いてみて。
体力に自信あるんやったら筋トレがおすすめ。腹筋とかはせんでいいからスクワットとか、頑張れるならブルガリアンスクワット。体幹使うから結構きついんやけど、これだけで下半身結構変わる。個人的には大きい筋肉動かした方が食欲安定すんなって感じる。体力に自信あるなって人はぜひ。ダイエット弁当でちょっと量が少ないかもって人おると思うねんけど、そんな人は野菜をかさ増ししてほしい。特に生理前はね、お米120はちょっと足りひんのよな。だから150ぐらいまで増やしてんねんけど、それでも少なく感じたらブロッコリーとかほうれん草とキノコとか、そういうのを食べるとええよ。ダイエット弁当だけやとどうしても栄養が偏ったり、ちょっと食物繊維が足りひんかったりすんねん。便秘になったら調子狂うから、野菜とか食物繊維は意識して取ってほしい。あ、さつまいもでもええよ。おやつによく食べてんのがパルテノンの中にさつまいもぶち込んでそのまま食べるだけ見た目は全然映えへんねんけど、自然な甘さでめちゃくちゃうまい。しかも脂質もほとんどないから罪悪感なく食べられる。最高やん。あ、ここ仕上げに岩塩かけて。胸肉の水分が多くて人によってはちょっと味薄く感じるかもしれへん。岩塩がない人は塩コショウでも大丈夫。これほんまに美味しくて、100日ダイエット中週に3回ぐらい食べてたと思う家族もこの味付け大好きでさ、おかずだけ2倍の量作り置きしてた。個人的にはもも肉の方がおすすめやけど、カロリーちょっとでも抑えたい人は胸肉で作ってみて。ダイエット弁当作ってから食事のハードルがすっごい下がって、自分の時間に余裕できてん。なんでもっと早くせえへんかったんやろうって後悔したぐらい。今後はダイエット弁当以外に市販の冷凍食品あるやん、お弁当に入れるやつ、ああいうのも作っていきたいなと思ってるよ。もちろんヘルシーにこれ食べたいなとかリクエストあればコメント残してくれると嬉しい。次回もお楽しみに。